こんにちは、ガノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この、オリジナルの手ぬぐいですね、これを作るにあたってちょっと全部飛んじゃいました。あ、イベント用だったな。行きましょうか。こんにちは、ガノです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、たくさんの枚数が必要な、イベント用の手ぬぐい、ね、これの作り方にね、ちょっとお説明したいと思います、イベント用の手ぬぐいといってもやっぱりいいものが欲しいということで、本染めで作りたいんですって言われることもあります。過去何回か作ったことがあるんですが、実際ね、非常に苦労したんですね。というのも値段的にまず合わないというのが一つと、もっと大きな問題が手作業で作るので何千とか何万とかなってくるとちょっと難しいんですね。本染めではもう納期的に伸びちゃうんですよ。もう1日できる枚数って決まってますので、それ以上にはできないんでね、できないんですよ。もう職人さんもやっぱり朝から夕方ぐらいまでしか仕事できません。24時間やることじゃないんでね。ですから、もうできる枚数って決められてる中で納期が決まってて枚数も決まってるっていう場合はですね、やっぱりですね、プリントの手ぬぐいの方が適しています。ちょっと本染めでは難しいですね。高くなりますしね。それ考えますと、白地にですね、一色の単色プリントであるとか、全面にベタでも大丈夫ですね。そういった形の機械で作れるようなスクリーンプリント、こちらの方がですね、適しています。ですから、イベントで、例えば2000枚で2週間後に必要とか、2万枚で2週間後に必要とかね、よくそういうのがあるんですね。だからそういった時にはですね、プリントが方がいいっていうのを頭に置いておいていただいて、我々の方にご相談いただくとですね、話もスムーズに動きますね。ですから、一番いい方法っていうのが、そのプリントでやる方法で、あとはですね、納期とその作る枚数、これをですね、兼ね合わせ考えていくことによってコストも出てきますのでね、この辺をですね、よく考えてですね、作ってみてください。よろしくお願いいたします。